はい、こんにちは、コムさんです。マクラーレンね、MP4-5 ですね。 MP4-5 ね、やっていきたいと思います。続きね、続きといってもまだまあ2回目なんですけどね、まあ ぼちぼちゆっくりとねやっていこうかと思います。今回はねこのシリーズどこまでやっていくかなんですけどね、まあ今回ね、今からはゲート処理とやっていくんですけど、合わせ込みとかねやっていくんですけど、まずね、藤見さんのキットのね、このボディカウルのこの辺はね、結構肉厚あるんですね。この辺はしっかりしてるんですけど、その他のパーツね、こういうやつは、この1枚、ここはね、まあ厚みありますけど、こういうところね、結構、柔らかいんで、こんな感じね。やられる方、これね、仮組みとかしてね、ここにこう、まあ、コムさん前回やりましたけど、こう仮組みしますよね。で抜くときにね、ぐにゃってなったりとかパキってなったりね、まあ、弾力あるんで折れにくいのは折れにくそうなんですけど、要注意ですね。あとこういうねパーツ全部ね、こういうとこね、コムさんがね薄々攻撃する必要もないぐらいね、こう薄々攻撃になってるんですよ。こうこうはい、なってます。でこのパーツですけどね、ベルギーグランプリは、あ、これここなんです。まあね、処理しながら行ってもいいんですけど、一回行きましょうか。これね、ここまでつくんですけど、こうですね、これゲート処理せんときっちりつかないんですけど、で、このね、パーツに関しては、ここ合わせ目消し。で、ここね、ここのええところまで合わせ目消し、この辺までね。この辺がね、微妙ですね、綺麗に行くかどうか、微調整必要かなっていきますんですけど。で、このパーツはね、ここなんです。こっちかな。これもね、薄々攻撃するんかなと思ってんけどね、別にしなくてもね、今言ったようにこっち側してくれてあるんで、必要ないなって思ってるんですけど、こういうね、作業してるときにね、この細いところね、パキンって折らないようにね、これは、最終的にはね、シャシと接着するなりね、開けるとしても、シャシの上に乗りますのでね。で、まあ、今ちょっと隙間空いてますけど、こんな感じでここにつくんです。で、このパーツの、この線は、ありなんですね。うん、これとこのパーツ自体がグランプリによって取り外し可能ということやと思いますね。でベルギーグランプリで今回コムさんこれ作っていこうと思ってます。でタイヤはね、ウェットタイヤになりますね。ベルギーグランプリはね、まあね、セッションによってはドライタイヤもあったのかな、ちょっと記憶定かじゃないんですけど、まあドライタイヤ、レインタイヤでね、行くということでやっていくんですけど、これね、つけててもね、いいかなって思った。どうしようかなって思ったんです、初め。ね。で、もう決心したのはね、一番硬かったのは、鈴鹿もね、これついてるんですね。うん、これがついてます。なので、まあね、細かなね、スポンサーのね、ロゴはもしかしたらね、しっかり調べたら変わってるかもしれないですけど、変わってるんやろな。これやったかな、うん、まあ変わってる可能性はあるんですけど、鈴鹿とはね、まあその辺はねちょっと目つぶって、ドライタイヤに履き替えさせたら鈴鹿仕様にもなるよなっていう感じの軽い気持ちでね、これをつけようかなと決心しております。デカールかな、ロゴのね、スポンサーロゴのね、変更等はね、またちょっと考えていこうかな、あればね考えていこうかなと思います。はい、そしたら、はい、これ100均のいつものね、ペーパーなんですけど、ちょっと古手のやつですけども、まだまだ使えるんです、実はこれ。なので、これ使っていこうと思ってます。はい、100均のね、このペーパーとかな、ペーパーやすり、恐るべしですよね。600番ですけどね。はい、まあ、やっていきましょうか。ね、塗り分けラインとしてね、ここにうっすらライン入ってるんですよ。これ表面処理したときにね、多分消えますね。消えます。で、まあ、消えてもしょうがないんですけど、まあ、消えた消えたでね、まあ、ライン大体わかるんでね、リアのね、ここがね、欲しいんですよね。ここが残ってて欲しいんやけど、どの道ね、ここないんですよ。あるな、ここに。見えました。今回。前回見えへんかったんけど、ここにありますね。これ生きといて欲しいな、なんとか。うん、あ、これやな。ここにね、こうピッとマーキングしとくかやね。うん。そっか覚えとくかね。ここ測ってね。
多分このキットのまま藤見さんのまま行っても合うてるとは思うんですけど、もしかしたらね若干の実写とのズレがある可能性もあるんで、その辺はちょっと確認しつつね、うん、で表面処理もねいらんのじゃんっていうぐらい綺麗なんですよ。ピッピカッとツルッとしてね、このまま拭いた方がね綺麗な塗装できそうな表面になってますから、うん、あとはまあ離型剤とかそんな問題あるのかな、まあ、表面処理はまあするかどっちみちね。ここにねちょっとバリアあるんでこれ飛ばしていきます。ここはあのね、下の、これか、これとこうねつながっていくというかな、こうかぶっていくんですよね。なので重要なのはここの薄さね、ここ結構薄々に作っていただいてます。これをこうはまっていくんでね、はい、この辺りを大事にするぐらいですね、うん、まあまあいけるのかな。この辺りはまた仮組みしてね合わせていこうかなと思いますが、ね、ちょっと出っ張りをやったら削らんとあかんということなんですけど、今一応ここのね処理とこのねバリを取って、できるだけこの面削らんようにしとかんとね、せっかく薄々攻撃してもらってるやつがねあの台無しになっちゃうんで、あとあのパーツがねこうツンとしてるところがあるんで、それをねこう取っときます。この辺りもねちょっとバリ出てたりとかツンとしてるんで、ここはフロントノーズとこう重なるねところなんで、あんまり取るとここのねシャープ感がなくなっちゃうんで、こうですね、あれ入らへん、入ったね。これねこうはまるようになってるんですよ、うん、この辺はもう藤見さんこれオープンできるようにしなさいよっていうね、あの使命を課されてるように思うんですけどね、オープンしよう思ったらねパイピングどうすんのってなってくるんですけどね、今回コムさんはパイピングまでいかへんかなと思ってるんで、うん、どうかな、まあ、パイピングしようと思ったらね、あとでもまあやろうとできるんでね、しっかりねリアルな精密にねあの作ろうと思ったらもう最初からね入れとかな線とかあるからね、ちょっと辛いところはあるんですけどね、まあまあ、これがゲートですね。こういうゲートがねあると仮組み仕様にもできないんでね、この辺りはしっかりと削っていきます。このゲート当たっちゃうんでね、ここ合わせ目消しなんで、まあ接着剤入れたら溶けてねムニュになって出てくるんで削れるかなっていう、その合わすときに無理な力かかっちゃったりするんでね、もうこの段階で削っていく方が多いかなという感じで、ここのねツンとしてるのは合わせ目消しするんで、ここですね、ここちょっとツンとしてるの取っておきます。今回はねこれ表面処理はまた今度になるんですけど、今回はねこれゲート処理とこのね、あこれ消したくないなゲート処理と、一緒にねこれだけやっとこうかなと、ついでにね、まあ、表面処理の時取れるんですけどね、はい、ここゲートですね、はい、ね今回の作業は、ボディーパーツのねゲート処理、これでもうねネタがねもう分かっちゃうんでね、あもうそういうことが分かった、ゲート処理やろうみたいな感じでね見てもらえない確率の方が高いんですけどね、コムさんは延々とね、ぼっつらぼっつらと、ゲート処理ね頑張っていきたいと思いますが、あそうか、どっちにしてもあれやな、オープニングとかサムネイルであれかそうやね、いつも思うけどこれ言ってる時いつも思うんですよ、後でね、あそうやサムネイルわかるんやと思って、その時点でもああ見やんとこっていうのがあるんかな、やっぱりほんでコムさんのあれかな、動画って視聴率伸びひんのかな、もうちょっとこうね気を引くようなサムネの作り方すればね、うん、いいかなっていうね、なんかねそういう気引くようなサムネの作り方するのね、なん
かちょっとね、まあ、卑怯っていう言い方じゃないけど、それはね、あの作戦やからね、別に卑怯ではないですけど、なんかなみたいなのがあるんですよ、コムさんの中にね。だから、ね、どうしようかな。この辺りですね、ここもね、藤見さん結構頑張ってうすうすやってくれてますね。こんなもんですよね、20分の1から言うとね、うん、やと思います。でも、もうちょっと行きたかったらもうちょっと行ってもいいんやけどね、あまり無理するとかけたりするんでね、無理しないようにね、や、あの作られる方は無理しないようにね、してください。ほどほどにね。コムさんも今回はね、作り込むぞっていう感じでやってるんじゃないんですよ。ほどほどでいこうかなみたいなね、はい、でこの辺りもこれ、これは多分ライン入るはずやねんけどね、こっちでええのかな、間違うな、こっちやな。今日はね、これおしゃべりしてこれやっててね、全部いけないかもしれないですよね。あ、これでこうだよね、こうですよね。このラインは多分あると思うんですよ、うん、このパーツっていうのは最初についてるんで、これまた確認して合わせ目消しいるようやったらね、合わせ目消ししていくという感じになると思います。で、ここまたゲートね、はい、時間がね、かなりいくんで、もう飛ばすのかっていうね、編集ね、編集で多分飛んでるかもしれないです。下手にね、こうガツッと削っちゃうと、あのせっかくのね、成形されてるのがなくなったりしたらあかんのでね、このここはね、ちょっとパーティングラインあるんですね、パーティングライン、ここにね、よーく見ないとわからないんですけどね、あるんで削っときます。で、これゲート、この辺りはね、あ、ここは合わせ目消しやからね、あの、ほんでね、今ちょっとあれですけど、あのこのね、またあのスティックヤスリの欠点というかな、弱点ね、まあしょうがないんですけどね、これ水研ぎはダメですよって書いてあるんでね、まあでも水研ぎでほぼ少々ね、少々がそこそこね、申し答えてくれるんで、このさ水研ぎやってるんですけど、あのこう表面が荒れてくるのとこれめくれてくるんですよ、うん、でこれね、めくらずにこのままね、置いといて乾かしたらね、まだくっついてるんですね、乾いたら。だからね、まだ使える。で、めくれてしまったらね、どの道に 100均のね、あのね、スティック、スポンジスティックヤスリやから、別にまあまあええんちゃうかなっていう、うん、感じです、コムさんは。こっちの塗り分けライン、ここしっかり見えとるんやな。はい、こんな感じで、ボディのパーツは、ゲート処理やりました。あとここやね。で、このパーツがね、合わせ目消しなんですよ、ここね、こういうのがね、結構ミスるんですよね。うん、これもだからゲートしっかり処理してあのつけていかないと、合わないですよね。んと、あ、こうか、こうやな。物事単純に考えなあかんな。あんまり難しく考えたらあかん。でもここ入んないよ。ラインがこうやから、もうちょっと上やな。
これを入れることによって、他のパーツとね合わへんとかいうのがあったらあかんのでね、アコーですね、はい、ちょっと時間かかりました。ここにね合わせるところがあるんです。でよく見るとね、ここにね筋切ってくれてるんですよ。この筋はありなんで、でここね、これもここ切るですね、はい、まあまあここ切らなくても別にいいですけど、まあまあね、ライン通ってるからね、ライン通しておく方がいいかなっていうところですね、はい、これちょっとね、さっきこれちょっと今このカウルこう押し広げられてたような気するな、その辺の調整も必要になってくるのかもしれないですね。ただあんまりね、そのあれ形状変えたくないん で, でこの辺にここにねゲートがあるね。できるだけね、大きなゲートはもうカッターで削って、でここにねちょっとこう出っ張っちょんとこう出っ張って、これはねここに接続、こっちの接続やから削ったらあかんという、ね、よいしょ、この辺りはねよく見え立つんで綺麗にね削っときましょう。これなかなか合わせ目消し難しいんじゃないかな、綺麗に合わすのは、うん、なんかそんな気がするな。なかなかね、まあ、弱音吐くわけじゃないんですけどね、なかなかねこの MP4-5 のね、なんていうかな、ネタがないというかな、資料がないというかな、MP4-5 のね資料本よかな、本出てるんでね、あれ手元にあればなら問題なく資料になるんですけど、今度持ってないんですよね、うん、なので、全然ね資料は手元にないないんですよ。だからで言い訳するんじゃないですけどね、ぼちぼちとね合わせつつちゃんとね思い出しながら、うん、やっていこうかなって思います。で、まあ、またね細かいところもまたおいおい話しながら行こうと思うんですけどね、こっちはいけるな、これもいけるね、ここにゲートやな、ここにゲート、これは下やからね、後からでも削れるっていうようなもんですけども、まあしっかり削っておきますね。でここに一つ、はい、すいません、ね、カメラがねまた熱持って止まっちゃいましたね。その間にね、この辺のパーツね、全部やっておきました。あとまだやってないのが、これねゲートは取ったんですけどね、全部取れたかなと、そうですね全部取れてますね。あとねここに押し出しピン跡がねあるんですね。でこのパーツとこう接続になるので、これはねこう、まあ、こう形はこうなんですけど、こう干渉したらねこうちょっとずれたらあかんので、この押し出しピン跡はねしっかり消しとこうかなと思います。ちょっとこう干渉するのかなっていうところがね伺えるので、で多分これはね合わせ目消しした方がええと思うんで、まあ合わせ目消しはしますので、はい、これゲート処理してないな、ここねゲート処理と、ここにねパーティングラインが若干ねあるというところですね。でこのね前のこのラインにもねパーティングラインはあります。これはねこう消していく、これ表面処理の時にでもいいんですけどね、なんかね消していくと、今はさっと削れるんでね削っといて、で、またね表面処理の時にね綺麗に細かい傷に直すと、ここにもありますね。軽くねまっすぐ軽く歪まないように
あとモールドあるので注意です。はい、でゲートがここか、ステップかな。あの夏になったらね、あのコムさんね、あのスマホで撮ってるんで、いつも言いますけどスマホで撮ってるんで、あの夏になったらね熱が上がるんですよ、スマホのね。カメラやったらそういうことないと思うんですけど、まあゆくゆくはカメラにするとは思うんですけどね、今のところまあスマホで用足してる、うん、足せてるんでね、まあいいかなっていうところかなと思います。で、これね、このパーツくっつけてやるんですけど、まあ、この押し出しピン跡は消してからコムさんまたやっとこうかなと思います。はい、で今からね、まだやれてないのがこれか、シャシね、アンダートレイがね、ここにゲートがあります。これをね、このラインキチキチでこうカットしていきます。歪んでね、切りすぎたら大変なんでね、気をつけてください、注意してくださいね。なんとこうかな。でこれはまたね、処理していくと。うわ、ディフューザーのまともなとこやなこれ。あー、ディフューザーちょっと分厚いんかこれはね、まあまあ限界までというかね、結構薄々なんですよ、こんな感じでね。でもね、実写までいけないですけど、まあまあもうちょっと薄いですね、実写はね。もうちょっと薄いっていうかね、もうほんまペンペルペンで、ペンペルペンって何や言葉、うん、もうペラペラなんでね。あとね、前回ね大丈夫かなと思ってたんやけどね、だんだんなんかこう反ってくるのかな、熱のせいなのか、うん、ちょっとこう反ってきてるような気がするんですけども、はい、ここはね、あのゲートとあのパーティングラインあるんで、あの 傷ついてしまうんですけど、思い切って削っておきます。で後でね、あの番手ちょっと細かい方で、あの傷をね和らげておきます。あの実写で言うとね、このね、これもね、あのカーボンなんですけど、ほぼねカーボンパターンは見えないんですよ。塗装してあるのか、綺麗にね処理してあるのか、その辺はちょっとね、ごめんなさい、定かではないんですけども、うん、カーボンパターンがほとんど見えないとか、もう全然見えないんですよね。なので、ここはもう塗装でね、行くんで、あんまり傷見えたらね、あの、若干はいいですよ。そういう傷というのかな、なんかそういうか、らしき方というのかな、いうのはね、結構あるんで、そういうね、あの、整形してんねんなっていうようなね方は結構見受けられるんで、はええかなと思うんですよ。あってもね、なんやったらね、ちょっと寂しかったらわざとこう筋でも活かしてね、カーボンに見せてもいいですし、うん、まあ、その辺はちょっとどうしようかなと思ってるんですけど、まあまあ、あのね、アンダートレイの場合はあんまりね、ないんでね、あのほんまにないというか、あの実写をめあの見たときに多分なかったんで、うん、ないですね、おそらくね、はい、なので塗装かな、やっぱり。まあ、もしかねあったら、あのね、物が黒なんで、ね、カーボンつけようみたいな、何もでもねささっとつけられるんで、ね、デカールでもいいですしね、塗装でもいいですしね、ちょっと傷つけてでもいいですしね。傷つけるのもね、適当に傷つけるんじゃね、せっかくやるんだからね、綺麗なラインに揃えて、ある程度はね、あの傷のきつい薄いっていうのはあるかもわからんけど、できるだけね綺麗に揃えてやりたいですよね。であとこのゲートね、残ってたら出るんでね、ここはきっと残念な結果になるんでね、しっかり消しておきます。でパーティングラインね、この辺はちょっと薄々攻撃がいるかな、そこら辺はねするかな、結構時間かかるね、ここまで追い詰めていくと。はい、でねこれからですね、これまあ、仮組みというよりね、あのもうこれはあれですね、合わせ目消しするための作業ということになります。ここねギュッと押さえて、
このあたりの、ね、接続をきっちりしたい方は、あのね、あの真鍮線というのが、あ、ここちょっと待ってくださいね、ここ削れてないな、あんまりがっつり削っちゃうとね、合わないんで、こんなもんにしとこうかな。こっちもかな。内側が削れてないんですね。よし。まあ別のものでね、接続する方もおられますが、コムさんはもうこれで、ね、藤見さんがしっかりと作ってくれてるやつを信じてね。よいしょ。こんな感じか。これでまあ接着していくわけですが、ああここにね、今ちょっとほこりついて判明したんですけどね、ここね、塗り分けラインとこっちの塗り分けラインが合ってないですね、うん、多分ね、よく見えないんであれなんです、ここにあるんですけどね、はい、これを接着していきます、これつけて押さえて接着より、まあこれでしっかりつけた方がいいかな、一つ一ついきますね、ここのね、ダムアランをまず攻めときます、ここにね、こう入れて、今ちょっとね、横ラインもツーッと入っていっちゃいましたけどね、ダボからね、こうギューッとダボ穴にね、接着剤入れることによってこうね、奥まで入ってくれるんで、ギュッと今入ったの分かったでしょうか。これもこの辺りムニュー出てもいいです、どっちみちね、あの削るんで、はい、でこっち、ここやな、こっちついたらこっち行こうか、よいしょ、で、もう一回ね、ダボでこうですね、できるだけ歪んでないようにした方が形状ね、あの歪めないで成形できるんで、ここでしっかりね合わせときます、で隙間のないようにね、あんまり押さえるとこのラインが歪んじゃうんでね、ちょっともう一回ここ入れようか、ちょんと入れてですね、あんまりやるとね、ここ自由利くんでね、なんぼでもね、あの向きが変わっちゃうんで、できるだけ変わらないようにでギュッと押し込んでいく、ちょっとこれ手早くいきますね、もう十分遅いですけど、十分遅いやんかって突っ込まれるんですけどね、まあね、ちょっとこうね、あ、やっぱりずれるんよな、やっぱりずれますね、はい、これわざわざダボに入れなくてもラインに入れたらこっちにね入ってくるんかな、これ先行こうか、手が滑ったらね、バギンって折れたりするんでね、注意ですよ。うわ、楽しい。もうすでに楽しいね。ここで入りました。よし。こっちはすんなり合いましたね。こうやな。できるだけね、ずれのないように。で、このね、アンダートレイにつけていきます。この辺りの接続もね、ずれがないようにね、接着はしないですよ、これはね。言うと結構ね、入りがいいんですよ、このダボ。うん。なので、こんな感じでね。
で、ここはまあいいかな。あんまりね、グズグズしてるとね、固まっちゃうんでね。あんまりグイ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 押しちゃうと、ここの角度が変わっちゃうんで、削るのもね、増えるし、形、形状変わるしね、入りが悪くなるんで、愛がね、悪くなるんで、あまりグイグイ押さないね。で、歪んでるだけ直します。歪みだけね。で、これが、これはね、もう外しても OK なんで、外します。外してね、くっつきだけようにね、やっていきましょうか。結構しっかり入ってるんですけど、あんまりこれね、抜いたり刺したりしてるとね、どんどん、ね、隙間がというか、はい、サイドポンツね、こんな感じでつきました。若干ね、歪んでますけど、ここに合うんで、あとはね、削って、合わせたいと思います。合わせ目消してね。あとこれですね、これつけていきます。これつけた時にどうかですよ。アンダートレーと、あとあんまりこれへっこんでると合わせにくいんでね、しっかりと、ね、ここ入れていきます。どの道削って合わさなあかんのでね、もうちょんちょんと入れていきます。もうこれで入ってるかなと思うんですけど、切ってるかな。で、あとはここにね、しっかり合わせて、この横のラインもね、ずれてないように、多少無にはね、出ても OK です。もう一回ちょっとね、つけておきましょうか。こんな感じかな。で、もう一回確認。5B の方がね、結構ね、内部ね、モノコックのあたりのカーボンパターンっていうかな、カーボンがよく見えてね、カーボンパターンがよく見える感じの、マシンなんですけど、このね、5はね、ちょっと見えないっていうかな。つけました。こんな感じですね。これで合わせ目消しをするということになりますが、OK ね、はい、ちょっと確認して、はい、非常に断念なんですけど、今日はね、ここまでということになります。次回 ね、いつものようにパテかイージーサンディングで、合わせ目をつけて、はい、これしっかり入りますよね。これでOK ですね。はい、ということで、これは OK ですね。で、合わせ目消しをしていくということになっていくと思います。ね、ですので、またね、次回よろしくお願いします。今日はね、これで終わっておきたいと思いますが、大変ね、長時間ご視聴ありがとうございました。次回またね、頑張っていきますので、
ご視聴応援よろしくお願いします。で、このね車はね結構ね手間かかって時間かかると思いますので、こんな感じで、ね、スローペースで多分ねなると思います。結構な、回数かかるんじゃないかなと思ってるんですけどね。なのでね、あの懲りずにね見てくださいね。で、またね応援してください。はい、ですね、はい、大変ね長時間ご視聴ありがとうございました。次回また頑張ります。で、いつものねお願いですけど、コムさんのチャンネル登録といいねと、応援メッセージ、コメント応援メッセージねと、あと、ご意見ご感想ねどしどしよろしくお願いします。あとは、そんなとこかな、そんなとこですね。なんかねあったら、コメントください。質問でもいいですし、なんかね情報でもいいです。カーボンこうですよとかね、ね配線どうだこうだとかね、そういった、ね、ご意見ご感想、ご感想じゃないね、ご意見ね、アドバイスとかねあれば教えてください。いや、教えてくださいというかね、言ってください。こうですよみたいなね、こうですよって敬語じゃなくてもいいですよ、はい、こうだよっていうね、今ね押し出しピン跡を消しております。これがね今日ツイッターの方でね、ファインモールドされたかな、で押し出しピン跡と、出っ張るやつと、これへっこむ方がこれっていうやつね、ツイッターで上がってたんでね、見てね楽しんでました。でちょっと感謝の気持ちでありがとうございますって書いてメッセージ送ったんですけどね、ほんまねこの押し出しピン跡一つにしてもね気遣いあってね、やっぱり気使ってね、でまあねやりにくいですからね、これがないとなんでしょうがないんですよね。まあ押し出しピン跡は処理したらそれで済む話ですからね、作る方としても別にね、ない方がまあ楽は楽やと思うんですけど、ないわけにいかんのでね、これは付き物なので、ね、それでも技術の進歩というかね、技術ね開発していただいて、できるだけ邪魔にならないね、できるだけ作業をやりやすいようにっていう風にね考えてくださっているというね、ツイッター上がってまして感謝しておりました。はい、はい、こういった感じで、押し出しピン跡と消しました。まだね終わるってまだまだなかなか終わりそうにないですけどね、まあね、こういった感じでやっていきますのでね、よろしくお願いします。前がこっちなんですよね、そうそう確認ね、前がこっちで、なのでウイングは、形状はこうなのでこうですね、こう入りますよと。で、これも接着しときますと。もう終わるつもりだったんですけどね、ここまでやっておきますね。はい、まあなんか浮いてるな。まだなんか当たるのかな。これのね取り付けのね向き間違わないようにね、もう一回間違ってつけてみようか、つくのかな、あつくね、これは間違わないように注意ですね。こっちが前ね、こう丸くなってる方で、こっちにこうピュッこうね、こうLが字に返ってる方ねが後ろです。でウイングのやつはこっちのねツンとしてるのが後ろね。まあこれはね皆さんねもう十分ご存知だと思いますけども、はい、じゃあねこれね流し込み流しはまたねギュッと入るんで、ギュッとね入らへん入るよね。で合わせ目はしっかりね、これ多分これでいいと思うんですが、もしかしたらこの部分が今ね接着してる部分が下の部分がですよ、ここが黒でこの前と後ろが、まあ、赤なり白なりねの塗装っていうパターンの時もあるんですよ。
うん、ここでわざわざ塗り分けのラインでね、こうね、カットしてくれてあるパーツをねっていうのがたまにね見かけますね。あ、ここで塗り分けなんだっていうやつ、そんなもあったりするんでね。よし、こんなもんかな。はい、つきました。はい、そしたらね今日はこれで終わります。次回ね、またね続き合わせ目消しとかね、いろんな作業を続けていきたいと思います。はい、それではね今日はこれで終わります。マクラーレン MP4-5 でした。お送りしたのはコムさんでした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。